チェス秋田県住みます芸人チェス若松ということで、本日はこちらのお店にやってきました。トリコ、もうこの名前からしてね、鳥への情熱がビンビンに伝わってきます。もうなんか取り乱しちゃいそうです。で早速行ってみましょう。店長の渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本当ね、素敵な雰囲気のお店なんですけど、お店の売りっていうのは何なんでしょうか。そうですね、お寿司屋さんみたいなコース仕立てで1本ずつ丁寧にっていったところが、まあ、当店のコンセプトになっております。あ、いいですね、贅沢ですね。ありがとうございます。では早速お願いしてもよろしいでしょうか。かしこまりました。お願いします。だいぶ年金入った。バレましたね。今映ってなかったかな。時計の提灯みたいな感じになっちゃった。それ何年くらい使ってるの。これオープンからですの、丸々6年。はい、もともとちゃんと形あったんですね。そうですね、扇形であったんです。そうです。機内地鶏のささみでございます。機内地鶏のささみ、はい、いただきます。とでらいに。ありがとうございます。これ本当にささみですか。ささみでございますね。すごいしっとりしてる、うん、絶妙な焼き加減ですね。ありがとうございます。うずらの卵でございます。うずらの卵、はい、どうぞ。うわ、あー、これ美味しいですね。この なんかこれつけてます。軽く塩を当ててるんですけれども、うん、はい、ちょっとその中に比内地鶏の油から取った鶏の油を表面に軽く塗っております。そうなんだ。皆さんとこうやって持ってくださってるけど、これはもうこの気遣いですよ。せせりのねぎまでございますね。せせりのねぎま、はい、どうぞ。いただきます。大げこでないね。秘伝のタレみたいな感じじゃないですか。ですね。継ぎ足しでやっておるんですけれども、うんうんうん、旨味を最大限に生かしてくれるようなこのタレじゃないですか、これ。ありがとうございます。バードウォッチング優勝です。ありがとうございます。稲井地鶏選手権優勝です。ありがとうございます。もっと弾力があるイメージなんですけど、これ結構柔らかくない。この炭の高い温度で短時間で焼き上げるという、うんうん、ところがまた一つあると思うんですけれども、うん、まあ、あと表面にやっぱり先ほどのその稲井地鶏の油を塗って、うんうん、水分をできる限りこう逃がさないで焼き上げると。なるほど、はい。ランランできて今日狙いにやる。めちゃくちゃニンニクダレもこれ合いますね。そうですね、うんうん、レバーパテ、レバーパテ、あれのジャムも絶対ありますね。あれのジャム、はい、絶対実家では出てこないやつ。すごいレバーの濃厚な感じとね、パンが合います。すごい合うな、このジャムってなかなか、うん、あら、エレガントな感じになりますね。香水みたいな強さがなくて、うんうん、程いい香りと軽い。ありがとうございます。こんな軽い服ね、初めて。うちの
お刺身が握ってるんですけど、はい、彼の握りの力加減がおそらく、ほんと優しく柔らかく握ってくれてるので、佐々木さんがもうスーパーテクニシャン、はい、そうですね、彼が握らないとこうならないんですよ、恥ずかしながら。いやー、ほんと全部感動的な美味しさで、ありがとうございます。いただきました。ごちそうさまでした。本当にありがとうございます。いやー、では最後に全国の皆様にお店の PR をお願いします。はい、美味しい比内地鶏、召し上がりたっての、お客様、精一杯、美味しい焼き鳥提供いたしますので、県内外問わずぜひ秋田鳥子まで、炭火焼き鳥鳥子までおいでください。お待ちしております。ありがとうございました。以上、絶対に食べてほしい我が町の鶏肉料理でした。鶏肉を鶏に出すぐらいうまい。